前の学校では何部に所属してたの？帰宅部でした。うちは 70% くらいかな、部活に入ってるのは。何か入りたい部活とかってある？まだ何も考えてなくて。そっか、じゃあいろいろ見てみるといいかもね。はい、この間の県大会でベスト8だったのよ。茶道には興味ある？興味はあるんですけど、あんまり知識はなくて。そうだな、簡単に言うと普段の生活ではなかなか学べない作法が学べるから、女子力アップにつながるかな。はい、まあ私が顧問だからっていうわけじゃないけど、茶道部はおすすめしますよ。はい、じゃあ一度考えてみて、ゆっくりでいいから。ありがとうございます。アイドル部。アイドル部？アイドル部って何をするんですか？何も考えてないだろ、何もイメージしてないだろ、握手なめてんだろ。もう一回。イエサ、エース。はい、ちょっとやってみよう。違うか分かる？笑顔ですか？ポジピース。違う、笑顔なんて誰だってできる。笑顔若ちゃんの方が可愛いに決まってんだから。目だ、目でつるんだよ。先生、いただきました。みんな、じゃあ目を意識した釣り顔100セット。はい、はい、行ってみよう。1、じゃあ行こっか。地元一